皆さんこんにちは、ラブコッちゃんです。結構最近アウターを購入したのになかなか寒くならなくて着る機会がないそんなラブコッちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。これから冬になって、脱毛をするにはね、いい季節になってきたかなと思うんですが、今回は、脱毛器の提供をいただいたので、せっかくなので私の脱毛歴とで、今家でね挑戦している脱毛器のね話をしていこうかなと思います。ということで、皆さん脱毛ってどれぐらいされてますかね。部位とかもいろいろあると思うんですけど、なかなか普通に生活してると友達とか世間話とかでそこまでの話はしないので、皆さんが周りの方がどれぐらいこうないのかあるのかっていうのがちょっとわからないんですけど、私の脱毛歴の話をしたいと思います。まずね、私は昭和生まれなので、10代の頃は、ほぼ脇だけなんですけど、10代の頃は毛抜きで、ピンセットみたいな毛抜きで、もう一本一本こうやって抜いてました。もう鏡と、このロゴ、ピッピッピッって、抜いてましたね、10代の頃は。足とか手は、まあ、ほぼカミソリ、もしくは、その当時は、私が10代の時は平成の初期なんですけど、カミソリで剃るか、除毛ムースっていうのがあったんですね。ムースでこうやったら毛が溶けていくんですよ。あとはワックスシートみたいなのでビリビリってやって毛を抜いたり、あとは脱色でここの毛を金髪に染めてる子もいましたね。はい、そんな感じでやってたんです、私たちの時は。でも私は本当に肌が弱くて、脱色と除毛テープはやったことがないんですけど、カミソリか除毛ムースだったんですけど、除毛ムースで毛穴に穴が開いちゃって、足だけかな、毛穴にポコーってニキビのなんか角栓を抜いたあとぐらいの大きい穴がねできるんですよ。でなんか溶けちゃうんですよね、皮膚が。それで除毛ムースもちょっと厳しいなっていうことで、ほぼカミソリでやってたかなと思います。そして20代になって、家庭用の脱毛器が手に入るんですね。まあ、いつぐらいからあったかとかはわかんないですけど、まあ、自分で働いて買えるようになって、購入してたんですけど、パナソニックのソイエっていう脱毛器を使ってました。はい、今みたいに永久脱毛みたいな感じじゃなくて、生えてきたら、それをビンって当てて抜く。まあ、自動的に抜いてくれるっていう脱毛器だったんですね。はい。それが、まあ、私が20代の時は結構主流で使ってました。で、結構痛いんですよ。毛穴が寒くて、こう、キュッてなってる時は特に痛くて、冬とか。で、やっぱり痛いと、時々血が出たり、あとはね、一番後悔、それを使って後悔してるのは、毛穴が目立つようになってしまったことですね。やっぱりこう、無理やり抜いてるので、毛穴がやっぱり今見ても目立つかな、足とかもね、っていう感じになったので、もうそれは絶対、今の若い子はしない方がいいかなと思います。その後にやったのは、脇の下だけなんですけど、永久脱毛です。で、その時は、会社の同期の子が行ってるっていうので、紹介価格っていうのかな、契約したんですけど、今みたいになんか脱毛サロンっていうのがあんまりなくって、エステをやっている会社の中で脱毛をやってるみたいな感じのとこだったんですね。で、脇だけで、当時結構安かったと思うんですけど、3万ぐらいで契約しました。当時は毛が生えたり抜けたりする、サイクルがあるから3ヶ月か4ヶ月に1回ぐらい行くっていう感じで、はい、ここに光を当ててこう黒いものに反応するっていうね、そういう永久脱毛だったんですけど、それに通ってたんですね。で、大体脇の脱毛が3分の2ぐらい終わった時点で、なんとその会社が倒産したんです。そう、突然封書が来てですね、倒産しましたと。保証はしてくれないんですけど、もし希望だったら、代わりのエステサロンを紹介するので、そこだったら何割引きで受けれますみたいな感じのやつだったんですけど、またお金払うのもなと思って、まあ、そのままになっちゃったんですね、そこは。で、何年か経って、次は、
なんかちっちゃいところ、個人経営というかチェーン店じゃないようなところで契約したんですよ。そこは脇の残りと、あと小さい部位、Sパーツっていうのかな、あの産毛っていうのかな、口のとかそういうところを多分契約したと思うんですけど、でそこで脇はねほとんどもう今はないんですけど、まあやってる途中に私がちょっと引っ越すことになって行けなくなっちゃったんですよ。まあ通おうと思ったら行けるんですけど、ちょっと1時間ぐらいはかかるので、だんだんもう行かなくなっちゃって、そのまま終わりましたということで中途半端になってるんですけど、私ね腕とか足、膝下全然やってなくって、もともとそんなに濃くないっていうのもあるんですけど、当時やっぱり腕と膝下高かったんですよ。なのでちょっとつけるのはやっぱ高いなと思ってやってこなかったんですけど、やっぱりやりたいなと思って、もうずっと今に至るっていう感じです。で一時は母親がもうそんな年取ったらだんだん薄くなってくるから大丈夫じゃないって言ってくれたんですけど、確かに薄くなります。年取ったら一本一本の毛の勢いがなくなるんですけど、でもやっぱ毛がなくなるわけじゃないので、処理を怠ってるとやっぱりパンストとか履いた時に、あ、なんか毛があるっていう感じになるので、やっぱり処理はしないといけないなっていうことで、今回ですね、この家庭用の脱毛器を提供いただきまして、今やってるんですよ、これ。ということで、実際使っていこうと思うんですけれども、まず、チャレの箱に入ってて、収納もね、すごいしやすいんですよね。はい、こんな感じの、これが脱毛器です。もう私も何回も使ってるんですけど、脱毛器です。で、コンセント。で、こっちに、これはなんだろう、アダプターかな？ちょっと性格出てるんですけど、はい、こんな感じで入ってます。なので、使うときにセットしますね。それでまずですね、照射するときは必ずこの、ゴーグルをするように書いていまして、直接光を見ると目への負担があるので、照射するときは必ずサングラスしてるんですけど、これね、すごいね、畳めるんですよ、コンパクトに。なので、このセットでね、洗面所に置いとくと、めちゃくちゃいいです。ペットがね、いるのでね、洗面所にこもって、いつもこれやってます。今日は2階のお部屋で、ちょっと締め切ってやります。まずですね、ここの電源ボタンを長押しすると起動します。で、この月みたいなね、マークが出力の高さです。レベル5まであって、だいたい3ぐらいで今のところやってるんですけど、今のところね、痛みは感じてないです。で、ここのヘッドから光が出るんですけど、めっちゃ冷たいんですよ。電源入れたら。10度まで。下がるということで、普通の脱毛ってアイスのみたいなのを当てながらさ、パチってやったりするじゃないですか。もうここが冷たいので、このままパチパチできます。あとカミソリが付属でついてるので、毛がある場合は剃ってから照射します。冷たい、こんな感じです。冬はちょっとヒヤッとするかもしれないですね。こんな感じで照射していきます。ちゃんと肌に密着しないと、こう、押してもならないです。密着させて、パチッっていう感じですね。脱毛だけでなくって、フェイシャルもできるということで、私も週に2回ぐらい、顔に、サングラスのね、目の周りはダメなので、サングラスの下あたりから、頬、顎から頬にかけてやってるんですけど、顔だけじゃなくて、足も照射したところもなんかツルツルになって、お肌の調子も良くなってきてるんですよ。あとは、冷却機能があるから、アイスのをね、用意しなくてもいいっていうところと、あと、ショット無制限なので、何回打ったらカードリッジ交換しなきゃいけないとかもないので、一回買ったらもうずっと使えるっていう感じの機械になります。出力をね、結構上げても、
毛が太くても今のところ痛みは感じてないです。冷やす機能が効いてるのかもしれないけど、痛みとか、あと終わった後にちょっと痒くなるっていうことも今のところないです。で、IPL 技術でお肌に負担が少ないのと、敏感肌の私でもお肌が逆にツルツルになっていってるので、すごいね、今頑張ってやってます。あとなんとね、 VIO にも対応してるんですよ、このVIO ですね。で、もうすごく気になってはいたんだけど、人に VIO を見られて脱毛するっていうのは私どうしても無理って思っちゃって、 V ならいけるけど I と O はちょっとやだと思っちゃってやってないんですけど、まあ、今後やっぱりそういう匂いの原因だったり蒸れの原因だったりとかになるので、今後あともし介護される身になったとしたら、やっぱりない方がお互い楽なのかなとかも思うし、ちょっと今後減らしていく方針で考えてます。最初の 1,2 週目は週3回、3から5週目は週2回、5週目は月に 1,2 回っていう感じで減らしていけばいいっていうことで、だんだんこうだいたい皆さん4週間ほどで効果が実感できるっていうことになってます。私は今んとこね2週間経ったところなので、まだ毛が減ったまでは分かんないんですけど、とにかくやったところがツルツルになるっていうのは感じてるので、脱毛プラスフェイシャルとしてね利用していけたらいいかなと思います。これ1台もし買ったら家族でね使えると思うので、年頃の娘さんとか息子さんとかいらっしゃる方でも使えると思うんですけど、説明書見たら一応15歳以上から対応可能ということで、やっぱり若い時って毛の勢いも元気だから、例えば女子だったら唇の上のちょっと産毛だったりとか、うなじのね毛とか、まあ、足とかもね気になる年頃だと思うし、うん、ご家族でシェアできるかなと思うので、これ1台あったらサロンに行く必要ないのでいいかなと私は思いました。はい、ということで、はい、こちらの商品なんですけど、私ももうちょっとね早くねやってればよかったなとかちょっと思ったりするんですけど、気になる方はぜひ概要欄に詳細とクーポンがありますので、ぜひぜひチェックしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。